こんにちは、ボートレーサーの砂川智樹です。今日はたった3分でできてしまうパリジェンヌに大人気の体幹トレーニングを体験したいと思います。砂永智樹選手、2023年ボートレース戸田のフレッシュルーキーに選出され、芦屋ボートレースレディース VS ルーキーズバトルで初優勝を飾りました。今後記念戦線でも活躍が期待される埼玉支部の若手注目レーサー、かなみさん、よろしくお願いします。はい、一緒に世界最古の体幹トレーニングと言われるバレエエクササイズバオソルをやっていきましょうね。幼少期からバレエを始め、数々のバレエ団で活躍。その経験を生かし、パーソナルトレーニングのほか、国内外のダンサーやアスリートのサポートも行うかなみさん。かなみさんが行うトレーニングが、世界最古の体幹トレーニングと言われるバレエエクササイズバーオソル。バレエのメソッドを用いたこのエクササイズに、本人の特性や抱える体の悩みに合わせてアレンジを加え、かなみ式バーオソルとして展開しています。しっかりとした体幹としなやかな柔軟性を同時に叶えられる身体矯正メソッドとして大人気なんです。床に寝たり座ったりしながら行うので、初心者でもポーズが取りやすく、バレエの経験や男女問わずにできるのが特徴。そんなバーオソルを体幹が必要不可欠なボートレーサー砂永選手が体験します。さあ砂永さん、今回はピラミッドというトレーニングをやってみたいと思います。こちらは体幹、下半身の柔軟性、背筋にとても効果的なトレーニングになります。このトレーニングでは体幹だけでなく背筋も鍛えることができます。早速行っていきましょう。まずは足を腰幅よりもちょっと広めで開いていきます。で、手をついてかかともゆっくりとつけていきます。手とかかとを床につけて、足を腰幅より少し広めに開きましょう。そのままかかとを上げて軽く膝を曲げて、反対足の膝の裏に重心を乗せていきます。なのでちょっとこう体を斜めにするような感じで、軸側のお尻が天井に向かって引き上がるようなイメージで行っていきましょう。で、少しお顔上げていると呼吸が楽になると思います。かかとを上げ膝を曲げます。反対側の足に重心を乗せましょう。軸側のお尻が天井に向かって引き上がるイメージで、そのまま反対に重心を移動させます。結構膝裏がピリピリと痛気持ちいい感じがあると思うんですけど、はい、少しこう背中も伸ばしていくようなイメージで、全身ストレッチのイメージで行っていきます。もう一度反対側、かかとは完璧に床につかなくていいんですけど、床に近づけることでアキレス腱からもも裏までしっかりと伸びてきます。そしてゆっくり反対いきましょう。はい、では足を揃えていきましょう。そしてゆっくりと片足を上げて、そのまま重心を前に移動させて、お腹をぐっと奥に引き込みながら膝を前に持っていきます。足を揃えて膝を伸ばしながら片足を上げます。その後お腹を引き込みながら膝を前に持っていきましょう。ここは背中丸くなっていいので、そして遠くに足を伸ばして、もう一度前で足を下ろします。反対も同じように足を上げて腰は楽にしておきましょう。お腹をぐっと奥に引き込みながら膝を前で、もう一度上げて膝を前に持ってきて、お腹使って足を下ろして、これを繰り返し行っていきます。はい、はい、では行っていきましょう。左の膝を軽く曲げて、左のかかと曲げて、右のもも裏にゆっくりと重心を乗せていきます。左の膝はもうちょっと曲げていきましょうか。そうです、はい、ゆっくりとかかと両方つけて戻します。反対いきましょう。右の膝をもう少し膝、そうですね、そして左のお尻の骨が天井にぐーっと向かうような感じで、そうです、
はい、ゆっくり戻ってきます。もう一度いきましょう。左のかかとを軽く上げながら膝を曲げて、ここで肩甲骨もぐっと寄せて背中を伸ばしていきます。そうですそうです。背中をぐっとちょっと反らせるようなイメージです。はい、ゆっくり戻ってきて反対いきましょう。右の膝を軽く曲げて、左のお尻が天井に向かって引き上がるようなイメージで行っていきます。はい、両方のかかとをつけます。そしたらそのまま足を合わせましょう。はい、では右足を上げて前に重心かけながら、お腹をぐっと引き込んで膝を胸の方へ、そうです。そしてもう一度同じような形に戻ってきて、もう一度膝を前に、そして足を揃えましょう。はい、反対いきます。上げてお腹をぐっと奥に引き込んで膝前です。そうです。ここでお腹しっかり意識しましょう。後ろ、もう一度お腹意識して足揃えます。さあ、もう一回ずつ行っていきましょう。足を上げて、そう、膝伸ばします。はい、前に体重かけながらぐーっとお腹引き込んで、お腹と膝が近くなるように、そして後ろに足をぐーっと上げて膝伸ばします。はい、もう一度膝を前に持ってきて足を揃えましょう。さあ、ラスト反対です。足を上げて、そうです、膝を前に持ってきてお腹をぐーっと引き込みます。そうです。足を後ろに上げて膝を伸ばして、前に体重をかけて、はい、足を揃えてゆっくりと膝を置いてください。はい、一回背中を伸ばしましょう、はい、呼吸を整ったら頭が最後になるようにゆっくりと起きてきます。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？腹筋というよりかはもうなんだろう、もう全体の上半身全体を本当に刺激が来て、特に足を伸ばしてから縮こまった時の体勢に一番腹筋の、伸び縮みがすごく体感できたので、とても刺激のあるトレーニングだと思います。結構全身使いましたよね、はい、もう少し足を上げる時に背中を意識すると、はい、体幹もそうなんですけども背筋力もついてくるので、はい、後ろ側も意識して練習してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。